日本茨城県東茨城郡茨城町、奥谷奥谷は、茨城県東茨城郡茨城町の大技。郵便番号は311-3156。2019年8月末時点の人口は1122人。茨城町の中央部に位置し、北は、日沼川を隔てて小鶴、西は、下長瀬、南は尾端、東は、小堤と隣接する。 平地である県道16号沿線は、茨城町役場が近いこともあって、商店や飲食店が立ち並ぶが、それ以外は、日沼川に沿って、水田地帯が中心となっている。一方、大地上は、西側は、赤坂集落で古くからの住宅が並ぶ一方、東側は、桜川岡団地、サングリーン奥の谷団地など、新興住宅が立ち並ぶ。 南側の大型との境界付近は、茨城工業団地の一部となっている。以下の小技がある。奥の谷交差点は、三戸石岡方面と岩間大洗い、鉾田方面と交わる交通の要所でもあったことから当初を経営するバスも、かつては多数運行されていた。かつて1980年代までは、奥の谷バス停脇に、関東鉄道奥の谷営業所があり、乗車券、 回数券の販売等や売店の営業を行っていた。当初を境に、水戸方面は日中1時間に1から2本。石岡、北古田方面は1日数本と運行本数が大きく変わる。奥の谷に関するカテゴリー。ありがとうございます。